今日も全力ぶっちぎり、マキヒロくんと。で、俺だけ。はい、ということで今日ね、ちょっとリオちゃんがどうしても仕事の都合でね、来れないので、私だけでちょっとご紹介させていただきたいと思います。交換モンスターに驚くほど優秀なモンスターが交換するならこの3体ということでね、ちょっと3体をね、ご紹介させていただきたいと思います。全力ぶっちぎり。はい、モンスターソウルを集めてモンスターやアイテムと引き換えが可能ということで、この中にね、超優秀なモンスターが存在します。第1位、スライム。はい、メダル周回でバンテをはるかに超えるキャラクターになります。ということで、ちょっとね、メダル周回の説明の方をちょっとさせていただきたいなと思います。メダル周回なんですが、ちょっとね、レアリティというものがね、関係します。まず1つ目、クエストクリア時、キャラのレアリティの星の合計でボーナスが変わります。例えば星6が4体の場合、合計24になるのでボーナスは1倍になります。星2のキャラクターが1体、星6のキャラクター3体の場合、合計が20になります。この場合ボーナスが 1.8 倍になります。星5が4体、要は星5制限とかはですね、メダルがたくさんもらえると思います。これはこういうことですね。合計20になるのでボーナスが 1.8 倍。ということで、まあ合計ね、20以下にしても恩恵はないので、まあ20をね、基準にして考えてもらえばいいと思います。2つ目、スコア報酬でメダル5倍イベント。これ結構重要です。究極、激究極、S ランク時、400ポイントがもらえます。で、ここにかける5ということで2000になるんですよね。これがめちゃめちゃでかくなります。3つ目、マルチボーナス。これ4人だと 1.5 倍、3人だと 1.4、 2人だと 1.3、 1人だと1倍ということで、4人でマルチをしてクエストをクリアするのがおすすめです。4つ目、スコア稼ぎ。これワクワクの実ですね。スコア稼ぎと食える、獲得ポイント100増える。これね、たったの100じゃねえかって思う方見えるかもしれないですけど、この100ね、実はめちゃめちゃ大きいんですよ。例題を挙げさせていただくと、究極 S ランクを取ります。こちらが400ですね。先ほど紹介させていただいた、ここにプラス100が加算されると500になります。リアリティが20だった場合 1.8 倍で、メダル5倍のイベントだった場合5倍、マルチ4人だったら 1.5 倍ということで、合計がなんと6750になります。これめちゃめちゃ大きいですよね。さらにスポットのメダルプラスをつけていれば、合計がね、7000超えたりとかします。なので、このね、スポットのメダルプラスをつけて周回するとめっちゃいいです。ということで、ここからバンテとスライムの比較させていただこうかなと思います。バンテが反射スピード型の爆発友情のアビリティなし、スライムなんですが貫通のバランス型爆発友情のアビリティモリモリですね。重力、地雷、ダメージウォール、ワープと、まあ、特にですね、貫通の重力のところが大きいと思っております。さらにダメージボール、地雷にも対応しとると。で、そのためスライムに英雄の証をつけて、ステッキでメダル稼ぎ特エルをつけるのをおすすめします。これめちゃめちゃいいですね。スライムめっちゃ優秀です。第2位、ミイラ男。これ貫通のバランス型爆発友情の原則壁。スライムがギミック対応していないクエストで活躍します。減速壁をスライム持ってないんで、この減速壁を所持しているミイラ男っていうのは、スライムが使えないところでこのミイラ男が活躍する可能性が出てきます。そのため一応ね、押さえておいた方がいいキャラクターだと思います。第3位、魔のサソリ。これ意外に思われる方見えるかもしれないですけど、まず理由があります。まず友情が超強貫通毒ロックオン衝撃波6。これ星5キャラでおそらくね、初じゃないかなって思います。2つ目、火力はガチャキャラに必ず劣ります。だから、サソリの処理ができるキャラクターっていうのはね、ちょっと重要かなって思います。この火力に関してなんですけど、雨どり地下の火力を超えるキャラクターっていうのはいないっす、正直。だからチカちゃんのね、できないことを補うキャラクターっていうのはね、ちょっと貴重になってきます。なので、第3位に魔のサソリを紹介させていただきました。ということで、優先順位のまとめです。1位がスライム、2位がミイラ男、3位が魔のサソリとさせていただきました。で、他のキャラクターは星5のラック90がいないのであれば作っておくといいと思います。
基本的友情ぶっぱでクリアする流れなので、キラー効果もあんまり重要ではないかなと私の中では捉えております。でちょっとね、1点補足させていただこうと思います。オークなんですけど、これもね、爆発友情なんですよ。でメダル周回に使えるんじゃないかって思われる方結構見えると思います。なんですが、パワー型の貫通のため減速率が高い上に足が遅いので、雑魚がルート上にいると止まってしまう可能性がね非常に高いです。さらにアビリティに魔法陣持ってるんですが、星2のね殴りなどで削るわけではないと思います。基本的魔法陣っていうのは正直ね意味がないですね。英雄の証とステッキを使用するだけの価値はねないと思っております。なのでちょっとね多くは外させていただきました。ということでここでね1点ちょっと注意点、ツイッターとかでもうバンテの時代終わった、バンテのスコア得エロを外してスライムにつけりゃいいじゃんって思ってる方、結構そうやってつぶやいてる方見えました。なんですがちょっとここでね警鐘を鳴らさせていただきたいと思います。バンテのスコア得エロを持ってる人なんですけど、スライムにバンテのスコア得エロを移すのはね本当に非常に危険だと思っております。理由は貫通制限がクエストに来た時に絶対後悔すると思います。例えば、メタルがめちゃめちゃ稼げるクエストって言ったらオラゴンのクエストとかね、あんなんでギミック全然なくてカッチンだけ出た時はうわやってまったって思うと思うんですよ。だから一応ねバンテの特エルはそのまま残しておいた方がいいと思います。で新たにスライムを作る、これがねベストだと思いますので、よかったらね皆さん参考にしてください。ここだけねちょっと本当に注意していただいた方がいいと思います。ということで今回の動画はこれで終わりたいと思います。それでは皆さんいい夢見るよ。ありがとうございました。